東武雄東武雄は日本の元アマチュア野球選手。身長降尺8寸、体重24眼。右藤、大阪府大阪市出身。戦後、東京都知事を務めた東龍太郎は兄にあたる。医者の子として大阪船場で生まれ、天皇寺中学校から第一高等学校を経て、東京帝国大学に進学。1925年は秋。 東京帝大の東京六大学リーグ加盟時の投手である。湯谷慶吉や梶原秀夫と並んで、東京大学野球部史上の名投手サンバガラスと呼ばれる人物の一人。1925年周期対放題戦で6、大学リーグ初の本類が、1927年春季の対立協体戦では、ノーヒットノーランを達成。 リーグ通算60試合に登板し16勝32敗、207、脱三振。16勝は、東大史上2位。定大が6大学リーグに加盟できたのは、東の力投のおかげであったと言われる。東大卒業後、フィリピン、ミンダナオトうタロもにあった、大田工業に勤務、さらに海軍食卓として、現地で軍服を着たが、 戦争の終わった1945年11月2日、ミンダナオ島ダバオ州にあるダリアオン収容所で占領し、去年44、ありがとうございます。